こんにちは、ヒトです。今日は weverse から届いたんですよね。多分発送通知来てないけど weverse ジャパンで買ったアルバム買ってないかなと思ってそちらを開封していこうと思います。よろしければ見ていただけると嬉しいです。やっぱそうでしたね。あの weverse ジャパンから買った、デジパックたちが届きました。私はあの こっちではあのデジパックしか買ってないので、うん。ちなみにメンバーはあのスキメン推しとスキメンと最推しの4作を多分全部1枚ずつ買ってるんじゃないかな。はい、ということでデジパックを開封していこうと思います。じゃあ開けていきます。じゃあまずオジョンからいきます。オジョン、なんかビバース JP の特典が、なんていうんですか、こういうでかいフォトブックに携帯買ったらなんかクリアポスターみたいなのがついてきて、でまあどっちも1個ずつ買う、デジパックとか普通のアルバム限らず1冊買うとトレカが1枚ついてくるよみたいな感じだったんですよ。で私はもうクリアなんちゃらはいらないかなと思ったのでデジパックだけで、どうせ発送遅いから交換待ってる間もちょっとイライラしちゃうだろうなと思ってもうデジパックだけにしましたね。はい、じゃジョンファン、初めて見るジョンファン、おジョンファン、ポスターが、折れちゃう。あー、かわいい。めっちゃかわいい。このニット似合うよな、おジョンファン。あ、出てきた。トレカが、か、はーい。めっちゃ、お ?Pedal to the metal。わーですね。かわいい。おジョンファンで、ディスクも、おジョンファンだ、か。いや、このディスク結構可愛いんだけど、これ、わかるかな?これ、この真ん中がど真ん中にないから、あの、ディスクが、見て、ちゃんとはまんないっていう。不良品じゃないか。なんということだ。もういいけどさ、こんなことある?いや、よくないか。ちょっと問い合わせ、さすがにこれは問い合わせようと思います。おもろ。一周回っておもろいわ。はい。フォトブックは、こっちがちょっとかっこいいコンセプトの方で、こっちの U のコンセプトの方も入ってました。はい。ちょっと不良品のオジョンのデジパックでした。じゃあ次、パクチョン。パクチョン開けまーす。パクチョン。お、パクチョンはディスクのところが、そうですよね。普通こうやってはまりますよね。パクチョンはディスクの、 あの後ろの方が白なんですね。うんうん、いい感じで、トレカが、お、かわいい、なんかガオーってしてるパクチョン、かわいいんだけど。 Do treasure to you。 はい、ちょっとあんまり よくわかんないんですよね。 do treasure ってどういうことってちょっと思ってるんですけどはい、でこっちとこっちがありますね。うん、ディスク白で爽やかでいいですね、パクチョン。似合ってる白。うん。で、ポスター。ポスター。が、あ、紫のものね。はいはいはい。はーい。エモそうな感じ。いい。はい。パクチョンはこんな感じです。じゃあ次、開けていこう。はい。次開けます。ソルトですね。ハルトのディスクは青です。これ色も違うのいいな。結構私今回のディスク本当に可愛いなと思ってて、日本アルバムのディスクのデザイナーさんっていうか ABEX のデザイナーさん、どうにかした方がいいですよって本当に思ってますあ、トレカは文字を持ってるハルトですね。あれかも、ジョンファンと種類一緒かもですね。可愛い。で、ポスターが、おー、エモい。めっち
ちゃエモさマックスですね。かっこいいタルトです。でフォトブックはこっちの、あ、これかっこいいな、かっこいい方と、おー、これもいいな、ちょっと表情作り上手ですよね、こんな感じです。いい、いいですね。はい、じゃあ次朝日いきます。先生ですね。お、あ、浜田さんのディスクも青です。アスヒ白とか似合いそうだけど青だな。ハルトとお揃いですね。で、トレカ、あ、浜田さん、これ浜田さん、これ封入トレカないですよね。めっちゃいいやん、封入トレカにないルックスっていうのかな、服の The treasure to connect とのことです。かわいい、めっちゃいい、え、これめっちゃいいな、うん、で、かっこいい、あ、私が好きなこの赤のスカジャンみたいなの着てる朝日と、はい、いいですね、浜田先生でした。あ、あれだ、ポスターね、ポスター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 どうしようかな、これでも、おお、さすがっす、浜田さんなんでちょっとエモい感じですね。じゃあ浜田さんでした。じゃあ最後推しの変則です。開けます。推しの変則だっけ、あの全種類やっぱりね、え、見てくださいよもうアルバムに傷なのか、これノリみたいなのついてる、もう4枚あるからいいんだけどさ、はい、開けます。そう、あの被ってほしくないなっていうのが言いたかったんです。変則で、ポスターは変則から何回も見てるから、ほっ、あー、かぶった、持ってます、持ってますが、金髪それだからか、だから嬉しいかな。あともう一種ですね、あともう一枚だけ来る予定があるので、かっこいい、かぶんないといいなと思ってます。最高、もう本当にずっと金髪でいてほしい、金髪変則は本当に最高だな。はい、じゃあこんな感じでした、デジパックは。で、最後に、最後にこの特典トレカを見ていこうと思います。私一番表にいる人多分ね、分かった気がする、服で多分パクジョンウですね、一番こっちにいる人、ほ、ほら、パクジョンウ、これ1枚1枚なんだ、はい、たどりなんですね、セル画だとてっきり思ってた、かわいい、パクジョンウです。と、ほ、わ、ジュンギュだ、かわいい、ジュンギュ、ほ、はっ、ヒョンソク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 、と、ヤダミ、マジでヤダム、ヤダム、なんか私ヤダム特典コンプしてる気がする、なんかわかんないけど、と、はい、最後ドヨンちゃん、デジパック買ってるのに全員入れてくれるっていう粋なことはしてくれないですね、そんな甘くないですね。じゃあ、あ、デジパック買ったメンバーで来てくれたのはこの2人ですね。で、あとはデジパック買ってないけどこちらの3人のユダムとドヨンとジュンギュが来てくれました、ありがとうございます。はい、じゃあ、あ、こちらで、weverse Japan の方のアルバムの開封は以上になります。あとは、Applewood の二次予約の分が、今日発送通知が来たりしてたので、ちょこちょこまた、あげるかなと思うんですけど、これが、で、あの、プリオーダーしてたものは、開封が以上かなと思います。はい、では、本日の開封日記は以上になります。ありがとうございました。